今日はね、アダムさんが一人でやってくれるということで、まあいろいろ期待しちゃいましょうか。2P はオスカーさんの犬ですね、これ。第1ラウンド、開幕は8敗で勝てるんだ、あの技。敗北当てて、敗北当たって、そこからコンボ、足がつながらない。アダムさん、頑張ってほしい。お、アダムさん、追い詰めた。お、敗北を前ぐらいに潰して、あー、起き攻め、ゲダウン、ゲダウン。あー、こかして、アダムさんが画面端。あー、ダメだ。さあ9対9うまく捉えて、そこからコンボはちょっとつながんなかった。バックステで回避されて、イノが攻めるが、そこはアダムさんできる。あー、できなかった。できなかった。アダムさんはね、叱って伸びる子だからね、しょうがない。はい、バースト。さあマップ刺さって、足払い、おー、パイグ。あ、これはいけるぞ、アダムさん。いけるぞ、いけるぞ。あー、いった。まさか本当にいくとは思わなかったな。やるじゃん。第2ラウンド。さあそこは前ハイにうまく表現か、表現合わせて。さあマッパー、ここは投げられて、イノのターン、投げ込ん。さあダウン取って、もう一回打ち攻め。はい、ゲダウン、ゲダウン。さあスカッシュ投げ読んで、パンチで暴れてた。アンダートゥー、アンダートゥーじゃないや、なんだこれ。アダムーン。さあ中段、さあこっからコンボか、ちょっとつながらなかったか。さあ、あー、アダムさんやるちった。まだ終わってないよ。まだ終わってないよ。アダムさん今日は やるんだからちょっと頑張って。はい、コンボ。さあうまく暴れて、さあ中段、中段、あ、つながんない。さあコンボもつながらない。さあそこはうまく下ハイ読んで、距離合わせて、そこからコンボ青して縦組み、しかし、おっ、ファイルが敗北で変わった。あー、最後はやっぱりアダムさんだった。汗かいちゃった。ほら、ね、ディーステ、FB ディーステ回してれば、万が一裏に回ったらビッパーが出るっていう、ごめん、なんでもないです。AC ネットやりすぎました。はい、俺はどうでもいいんで、ハメンチュならやってくれるはず。だってジャスティスだもん。マサヨシだもん、マサヨシ。こんな可愛いマサヨシが男の子のはずないよ。これは確定ですね。対するのは、名前投げんだよな、今日。冥界をすべし、マガン持ちしもの、ハ・テスタメント。エヴァの歯です。大丈夫です。何一つ間違ってないですから。さて、ジャスティス、テスターかなり厳しいはずなんですが、なぜか1本取っているハメン中。2敗からエグゼに対してミユカエル割り込んで、ピンファンでこっち来んな。 2S6 ケ6敗、青からテーダ S が届かない。足払いからハイジャンプ PKD、 ワンチャンある。あのね、完全にスポフラグだったね、今のね。ハメンチュありがとう、君のこと忘れないよ俺は。もうファイスラウンド、ジャンプ系6回から右からカウンター。テスタが画面端、ジャスティスの歩きが可愛い。見返る、見返る、ジャスティスで気持ちよくなってる。 6P 中断、バスをこれもかくっている。
さすがの2フレである。今回ウォレット2フレらしいんだよね。2杯から釣られてしまった。 S ハイ D ランズ1段画面端中段なんか発行した。勝ったのは12秒。まあまだ負けとあるからね。まだあるあるある。負けをしたからもう何も怖くないよ。なあ、それもなんか死亡フラグだよね。窓なんちゃらってアニメの。ハメちょっと頼まれていいかな。負けトーナメント書いててくれないかな。1番、2番、で3番俺らで。時間大丈夫ですね。ああ、もう全然大丈夫ですね。俺らが負けんの早いからさ、運営に優しいよな、本当にな。なんでもないです。ごめんなさい。じゃあ、1回戦に入りたいと思います。影響台、先ほど0回戦勝ちました。ハラピーさん、レベル329ファースト、フレッドソルのチーム。対するは、ヤクセルアクセル、国バイケンのチーム。影響台でお願いします。はい、国さんとヤクセルさんと、なんかやたらレベル高い人。と、あと、フレッドさんですね。おう、おう、おう、おう。させセクロス。大丈夫ですね。はい。